ユーザー視点というところですね。稼ぎ方の例についてご相談いただきます。海外移住ご希望の方です。稼ぎ方の例を知りたいです。ウェブライターの場合、ウェブライティング、あとはアフィリエイト収入ですね、アフィリ収入を得る場合ということなんですけれども、稼ぎ方、ウェブライターというのはですね、例えばですね、普通にか、例えばクラウドソーシングとかで稼ごうとすると、1文字1円なので1500文字書いても1500円、で僕の場合相場よりも低く発注する方法というのがを知ってて、自分でもそれを利用してますので、やっぱりウェブライターの単価というのは低いんですよね。なので、例えばですね、ここは自分の価値を上げる、単価を上げるというところで、例えばですね、電子書籍の電子書籍をですね、発行すると、そのプロデュースをしますと、電子出版ですね、電子書籍出版のプロデュースをしますという形で、見せ方を変えていくというのは一つ稼ぎ方としてですね、重要な